教えて兵庫。おはようございます。シンデレラエクスプレスの渡辺広重です。兵庫県はですね、瀬戸内海と日本海に両方に面してるんですけども、それぞれで盛んに漁業が行われています。で、私は今ですね、香美町にやってまいりました。もうね、日本海がね、すぐそこなんですよ。今回はですね、兵庫県の日本海ではどういう漁業が盛んに行われているかを、こちらのですね、ジオパークと海の文化館で教えていただこうと思います。ジオパークとは、地球を学び丸ごと楽しむことができる場所のこと。こちらの施設では日本海の恩恵を受けながら生きてきた人々の文化を学ぶことができます。館長の西田さんにお話を伺いました。日本海の、はい、まあ、その田島地域の、はい、この漁業がどういうふうに行われているかというのを教えていただきたいんですけども、はいはい、どうぞ、はい、こちらに、はい、こちらですか、はい、入らせていただきます、はい、失礼します。あ、これですか。はい、これです。いや、はい、ちょっとこれ、こんなん好きですワクワクするな、ね、なんか、はい、これが日本海を表した、ジオラマなんですね、はい、で、日本海には3つの特徴がありまして、はい、地形的に大変閉鎖性が強いということなんですね。そうな、やっぱり挟まれてるからですか。そうです、そうです、はいはいはい、4つの海峡で挟まれてまして、はあ、冬ですね、特にこれからですけども、季節風が吹きます。3つ目は対馬暖流が流れ込んでくるという、はい、こういう3つの特徴があります。さらに日本海の深い部分には日本海固有水と呼ばれる冷たい海水が存在します。この海水と対馬暖流が共存するおかげで、冷たい海に住む魚介類と暖かい海に住む魚介類の両方が水揚げされるんです。続いて西田館長に案内されたのは、霞の漁業についてのブース。田島の中では、はい、沖合の、底引き網漁法、はい、現在取れているズワイガニですね、はい、のほとんどはこの漁法で、あ、はい、これですか、はい、取っております。ズワイガニ、はい、こちらが、はい、沖合の、あのイカ釣り、イカ釣り、はい、イカ釣り漁業は光に集まるイカの習性を利用し、夜間に集魚灯を照らしてイカを集め、疑似餌を使って釣り上げます。こちらが今現在行われているベニズワイン加護漁という、水深はだいたい800m から 1500m まで、加護にサバとか魚の餌をつけ て, 餌をつけて、でその中に入ってきたカニを船で引っ張り上げる、はい、いやー、はい、どの漁法が一番気になられたでしょうか。やっぱりこの加護ですよね。そうです、この加護、こすごいなと思って。そうですね、これをちょっと知りたいですね、はい、と、はい、ベニズワイガニに興味を持った渡辺さん、田島水産技術センターの山中さんにお越しいただき、さらに詳しくお話を伺うことに。田島水産技術センターは、水産資源の持続的な利用と水産物を安定して供給するために、漁場環境や資源の調査・開発に取り組んでいる県の研究機関です。ベニズワイガニというのはどういうカニなんですか。ベニズワイガニというのは、館長さんが話されたように、はい、日本海の固有水に住んでいるカニで、海底に、はい、住んでます。で、住んでるところは大変冷たいところで、その水温0度のところでこのカニは生きています。どれぐらいの時期で取られるんですか。時期は9月の1日から、はい、5月の31日まで。はあ。だからその期間だったら、来ていただいたらいつでも食することができるというものがあります。今年行われた初競りの様子です。霞のベニズワイガニは、取ってから陸に揚げるまでの時間が短いため、鮮度は抜群。また関西では霞でしか水揚げされていないことから、霞ガニの名称でも親しまれているんです。よく似てるのがベニズワイと
今漁がちょうど始まったところのズワイガニもあるんですけども、ズワイガニは背面はこういったあの少し茶色っぽい光沢のあるまあ褐色というんですか、まあこういった色をしててお腹の方は白いんですね。だからそれで基本的には見分けることができます。まあ市場なんかでこのカニがどっちだろうと思った時は全体を見てひっくり返して全部分ければベニズワイ、そうでなければズワイガニということになってます。ベニズワイガニの特徴を学んだ渡辺さん、続いてカニカゴ漁で使っている実物のカゴを見せてもらいました。これですか、はい、いや特にサバなんか匂いが強いですよね、はあ、それが潮に乗ってこう匂いが漂うとこちらにいるカニがよじ登っていくわけです、はい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 、でここを越えて、はい、トーンとそうここに入ってしまって、もう入ってしまったらもう出られな い, い次から次入ってくるわけですか。そういうことです。いやカゴ漁ってこうやって取ってはるんですね。とここで大谷さんがもう一つカゴを持ってきましたよ。ちょっと何か一工夫が違うあるんです。違うんですか。お分かりになりますでしょうか。何が違うんでしょう。あれ下下関係ないか。そうですね、下は一緒ですね。あ、これやこれ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 、そうです、正解です。あら、ここに、はい、これは脱出用ですか。そうなんですなかなか感がいいです。小さいカニの、そうですね、小型のカニがカゴから逃げられるように脱出リングを取り付けるなど、ベニズワイガニカゴ漁では貴重な資源を守る取り組みも行っています。こういった工夫によって水揚げするカニのサイズは大きくなり、立派で美味しいカニが私たちの元に届くというわけです。また田島水産技術センターではベニズワイガニを生きのいい状態のままより効率よく輸送するためのさまざまな試験を実施。水を使わずカニを生きたまま運ぶ無水輸送実験も行っているんです。すごいですね。取るだけじゃなくてちゃんと保護も考えてらっしゃるということなんですけども、なんかねそんなお話聞いてたら霞ガニがね食べたくなりまして、実はここ港寿司さんで霞ガニがいただけるということなんでいただきたいなと思います。現在香美町では霞ガニランチフェアを開催中。ここ港寿司で食べられるのはボリューム満点のカニカニカーニバル丼。霞ガニの特徴というのは味はどんな感じなんですか。そうですね、とりあえず甘くて美味しいです。甘いはい、そうです。でこれがあのお吸い物というかあのお味噌汁というか、そうですね、ついてますね、はい、はい、カニの身が丸々1本入っております。ありがとうございます、はい、では早速いただきます、はい、じゃあこのまままずいただきます。おっしゃる通りカニ本当甘い、甘いんです。ふわっとして、はい、柔らかくて、いやー、はい、すごいですね、甘さがすごい広がります。本当にこれ贅沢な森になってますよね。はい、そうですね、これすべてで全部こうカニをね、霞ガニをね堪能できますよ本当に。ズワイガニをはじめとして日本海ではね本当に魚がたくさん美味しいのがいっぱい取れるんですよね、美味しいものが。でもねそこにはあの研究もされてますし、そしてそこに関わる方のいろんな方の思いがあって、そしてその水産のね貴重な資源として後に持続していけるようにというそういうことも考えてらっしゃいます。それがこのね、まあ一つこの霞ガニという形になってるんですよ。いやーでもねやっぱ美味しいんでね、この後また食べ続けたいと思います。ありがとうございました。渡辺さん美味しそうですね。さて兵庫県では来年の11月13日に第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会三毛作り兵庫を明石市で開催します。この大会は水産資源の保護や海などの環境保全を呼びかけるために毎年各地で開催されています。兵庫県での開催は昭和57年以来2回目です。
先月大会を盛り上げるため1年前プレイベントを開催しました。豊かな海づくりへの理解を深めるため、今後県内各地でリレー放流や関連イベントを開催していきますので、ぜひご期待ください。詳しくは全国豊かな海づくり大会兵庫大会のホームページをご覧ください。